お疲れ様さ。ということで始まりましたコズの趣味部屋。昨日に続いて本日も呪術廻戦、こちらねちょっとグッズ紹介していきたいと思います。まあ紹介するのはね、まあこのサイトにあります通り、呪術廻戦とエディオンのコラボキャンペーンっていうのをやってたんですよね。自分全然知らなかったです。はい、4月29日からやってたんですね。で、対象商品を2000以上購入すると先着でもらえるものがあります。店舗限定、それが全店合計6万枚のオリジナルクリアファイル。はい、これがね日にちによって絵柄が変わります。はい、第1弾もう終わってますね。それがこのイタドリと、あとオープニングですね。はい、アニメのオープニング一期、はい、このデザイン、これどちらかです。で、5月10日から31日もうこれもう終わってますね。第2弾、それが伏黒とオープニング2期、はい、この絵柄で、昨日から始まってます6月1日第3弾です。はい、それが釘先と五条先生。この五条先生、俺が一番好きな挙式紫を放つところのシーンです。これは絶対手に入れねばということでね、私はまあ一番最寄りのエディオンまで行きました。はい、でまあね、こういう風に中身を入れると絵柄が変わるっていうのでね、普通にしてると背景とキャラで、中身のまあ白い台紙とか入れるとキャラだけになったりとかっていうクリアファイルですね。はい、でなくなり次第終了で、各種デザインはお選びいただけません。先着でもらえるクリアファイルはエディオン店頭のみの私、つまりネットでは、ネットでまあ2000以上購入してももらえないよっていうことですね。はい、で対象商品が決まってます。パソコン、ディスプレイ、タブレットとかね、もうかなり決められた範囲内って感じですね。はい、で抽選でもらえるのがこれがすごい、特急になるとね LED のアクリルジオラマ、これめっちゃ欲しくない？たった5名なんだよ。世界で5個しか手に入らないっていうね、幻の一品。こんなの当たった日には次死んでもいいです。はい、で1級は観音マグカップ4種セット100名、うん、こんな感じで、温かいものを入れると絵柄が変わるっていうね。で準一級は A 賞クオカードで、 B 賞オリジナル USB 壁紙スクリーンセーバー。はい、ということですね。はい、ということで私がねこれをもらいに店舗に行きまして、対象商品を購入しました。まあ2000円以上なんでね。はい、で何を買ったかって言ったらね、はい、こちらバッファロー製のね USB の3ハブ。はい、これはパソコン使ってる自分としてはね便利かなと思ってね、はい、これは購入しました。これがねちょうど税込みで2100円ぐらいだったかな。うん、これをね購入しました。はい、こちらを見ると分かる通り、はい、2180円ですね。はい、で税込み2000円なんでクリアファイルもらえるんですよ。で一応ね店員さんにも聞いたんですよ、これも対象なのかなっていうね。でパソコン関連とかパソコンサプライ品に入るのかなと思って、で一応店員さんに聞いたら、まあ、バーコードピッてやったらね、わかるらしくて、あ、対象商品ですって言われて、購入しました。
はい、でね、多分ねバーコードで読み取ればこういう風にレシートが出てくるんですよ。はい、オリジナルクリアファイルプレゼントっていうのが出てくるんで、多分これを見て店員さんが渡してくるんですよ。まあ今井さんという方だったんですけれども、このねご購入されたのは釘崎野原五条悟、しかもこれねデザインが選べないっていうんでね、俺帰ってきてから知ったんですよね。選べなかったんかい。で私がもらったのはじゃん、五条先生一発でしたね。いやこれはねほんと帰ってから気づいたんですよ。いや普通にね手渡されたのがこの五条先生だったんで当たり前のように持って帰ってきましたけど、後になってデザイン選べないっていうのをね気づかされて、じゃあ釘先の場合あったんだと思ってね。いや自分は五条先生推しなんでね、もう一択なんですよ。もうこれ一択、このために買いに行ったんですよ。でもしこれが釘先だったら下手したらもう2000円ぐらい買わないとダメだったかもしれないね。そのまた2000円が釘先だった場合とかね、延々と考えたら恐ろしくなってね。いやこれ運が良かったなと思ってね、帰ってから気づきました。ランダム配布なんだっていう。たまたま五条先生でしたね、渡されたのは。まあ2分の1の確率ですけれども、はい、これ嬉しいわ。これめっちゃかっこいいわ。五条先生挙式紫、いやデザイン秀逸。はい、ここにね Not for sale 転売禁止、はい、転売禁止ですよこれ。もうねいっぱい出回ってますけれども、自分が行った店舗はまず全然余裕がある感じだったんですけれどもね、まあでもそういうことかって分かりましたね。帰ってきてから、そうか、釘先出た五条先生狙いでね釘先もらった人は、そうだよなってね、そういうヤフオクやフリマアプリで買うしかないのかってね、まあ、たまたま私は運が良かったんですけれども、はい。でそのままね家に帰ろうと思ったんですけれども、まあ昨日ご紹介したちょっとローソンの限定商品、あれをねちょっと近所のローソンの別の店舗、はい、まあ昨日の店舗はもうすでにアクリルキーホルダーと缶バッジがなくなってたんですよね。ですぐもう一つ近場にあって、そこ行ったらね普通にあったんですよ。アクキーも缶バッジもクリアファイルも、はい。まあただキーホルダーと缶バッジは4つずつぐらいしかなかったんですよね。まあ4つずつあるんですけれども、まあここで自分はね狩人の方じゃないんでね、はい、私は普通に1個だけ買いました。はい、しかもねこちらアクリルキーホルダー、はい、こちらの方を1個だけ買いました。はい、缶バッジは買ってないです。これ1点狙いで買いましたね。はい、でそのままレジ行って帰りがけにレジ前を見たら普通にセレブ、花セレブ売ってましたね、五条先生の。あんじゃんと思って、まあでもね、本当昨日も言った通り、まあ自分にとってはちょっと使い道がないですよね。使えないっていうか、はい。なので、我慢しました。はい。なので、今回はこのアクキーを開封したいと思います。五条先生狙いですけれどもね、はい。いや、これは一点狙いですよ、もう本当に。全8種のうちで出るか五条、これをね開封しましょう。はい、開封しました。ではね開けましょう。
最初は多分ねこれ見えないんですよね。はいはい、いやー緊張します。もう一点狙いなんでね、これで五条先生だったらもう多分私はね悲鳴を上げます。はい、よし行きます。五条先生来い、せーの。こっちで釘先来ちゃったねこっちで釘先が来たのね。うん、なるほどあーなるほど、はいはいはい、釘先でしたね。あーそう、釘先とマカロンか。あ、まあ可愛いじゃないさすがにそんなうまいこといかないね。はい、といった感じでね。そうか、五条先生はさすがに来ないか。はいはい、といった感じでね、今回はまた別のコラボ商品をゲットしてきました。はい、まあ皆さんもねこの機会に、まあエディオン、私もね全然知らなかったですよね。たまたま知った時がちょうど五条先生の配布日だったんでね、はい、急いで買いに行きました。でたまたま当たりましたはい、まあ皆さんもねこれを見て近所にエディオンがあったら行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。